はい、ですね、今日の日にちは12月23日の2017年です。今、時間はこちら、西海岸の午後7時。で、ですね、この後ですね、2時間後に、無料一斉遠隔ヒーリングのアークチュリアン様によるブルーダイヤモンドレイっていうのが続きます。でですね、もうちょっと待ちましょうね。シグナスアルファですが、先ほど事前の下調べ情報を、やってみたんですが、あんまり出てきません。で、また後からいろいろ調べてみようかと思いますが、基本的には、音を使う技術が発達している方だということを、アレックス・コリア・コンタクティ様は一回、話していますね。で、地球との関係は基本的には、オブザーバーというか、まあ、監視役みたいな位置だと思います。どちらにしても、フェデレーション的にはそんなにメインのメンバーではない。多分、アソシエーション的な感じじゃないですかね。で、ですね、待っていてもいいんですが、でも、ちょっと、なんかもうちょっと待った方がいいみたいですね。もうちょっと待ちましょうかね。あと2分ぐらい、2、3分待ちますかね。なので、もう 始まってますけど、ちょっとちょろちょろ始まってますけど、始まっているので、待たずに解説しちゃいますね。待たずに解説しちゃいます。はい、もうすでにハートのところにエネルギーがガンガン流れてきますが、縦に流れる筋みたいな、細い血管みたいな感じのクリアリングが始まっていますが、人によってはこれ感情が出るかもしれないですね。ちょっとこう、得体の知れない、どこから来てるのかよくわかんない、アバウトな感情っていうんですか？はっきりしない、何か特定のことに関する感情ではないと思いますが、感情的になる場合は、もうそれは達観して眺めてください。反応するというのは、眺めて可能な限り流し出しちゃってください。で、いつものようにですね、姿勢は、まっすぐされていた方がいいと思います。今回眠くなるような感じはしないので、多分、皆様起きていられるのではないかなと。で、呼吸はいつもの通りに広く深く360度背中を意識して、特に背中側を広げるように、風船が膨らむように呼吸をゆっくり、可能な限りゆっくりで、可能な限りゆっくり縮めてください。吐く息のリズムと吸う時のリズムが、まあ、可能な限り同じになるように。ちょっとドキドキ感とかも出てくるかもしれませんね。体が微細に震える、もしくは振動するような感じになるかもしれません。ハート、上半身ですね。上半身の縦の奥の方に流れ落ちる冷たい感覚が多分ゆっくりゆっくり強くなっていくと思います。今、いやいや右側ですね。縦の、中心よりも右側近く、もうでもほぼ中央に近い右側に流れ落ちていますが、ちょっと圧迫感とか、動悸に似た圧迫感っていうんですか、が出てくるかもしれないです。
人によっては、耳鳴りというか、高音域のかすかな、すごい早いんだと思います。多分、周波数が、だから分かりにくいかもしれませんが、多分そのうちにもっと分かりやすく変わっていくのではないでしょうか。背中側でも微妙に始まっていますが、あとは下半身ですね、下腹の、もう比較的全体にクリアリングが起き始めています。と同時に首の周辺の微調整というか、まっすぐになるような動きが出てくるかもしれません。いつものようにボディと体が動きたいように動かさせてあげてください。自分でギュッとせずに、リラックスして体が、なんかこっちに動きたいな、だろうなと思ったら、なんかそういうふうにさせてあげてください。で、顎の周辺ですね、かすかに調整が始まっていますね。耳の中も微妙に変わっていくかもしれませんが、分かりにくいかも。前頭葉ですね、もうゆっくり始まっていきます。もうちょっとボリューム上げられるか聞いてみましょうね。ですね、多分ゆっくりゆっくり上がっていくと思います。急に上げられないんじゃないかな。まあ、可能な限り、アンプリファイというか、私の方でもうちょっとボリュームアップ、共振の度合いボリュームアップできると思いますけど。ですね。まあ、とりあえずリラックス続けてくださいと、すごく微細な感じなので、まあ、可能な限り 自分の奥に入って、奥に入るというか、眺めながらずっと奥の方を可能な限り静かにこう、達観して感じ続けてくださいと。下腹ですね、下腹の方のクリアリングも引き続き、で、もうすでに第一チャクラの周辺、尾骨、仙骨の方とかまで、さーっと広がっていってる感じなので、もう少ししたらより明確に感じ始めるんじゃないですかね。特に上あのか、あの、下腹の上の方ですね。頭が少しキュッと圧迫感が始まるかもしれないです。目の、下、頬骨と目の間のところも軽い圧迫感が始まるかもしれません。腰ですね、腰の裏側とかも涼しく冷たいクリアリングの感覚が始まるかもしれません。鼻甲の上部。上半身ですね、上半身の背中側も、クエアリングの感覚が広がっていくでしょう。どちらにしてもとてもゆっくりっていうか、もう腕とかに始まりますね。まあ、体がこう小刻みに振動するような場合は、まあ、可能な限りリラックスさせてください。鎖骨の内側とかでもクリアリングが始まると思います。
人によっては背骨ですね。背骨の、まあ、中央側が分かりやすいかもしれませんが、冷たい流れが背骨の中で動くのが分かる人もいるかもしれないです。背骨の、ですね、腰椎と胸椎、腰椎の腰の背骨と胸の背骨の接のつなぎ目の右側のところでも起きてますね。男性っぽく見えますけど、もしかしてこの人たち中性っぽいかも。一応人間型のように見えます。もう光ってるからもうよく見えませんけど、多分ヒューマノイド、怪獣型っていうか、人間からより離れてるわけではないようですね。ヒューマノイド、人間型の男性に近い 方。中性っぽいんですけどね。次第に肩の周辺がゆっくりと暖かくなっていくと思います。ゼクサスとかゼクサとか、なんかそういう名前が書いてあるんですが、地球語に翻訳しやすいし、言いにくい名前。腕ですね。腕の方が冷たくなる感じがするかもしれないです。基本的には縦のその腹ラインっていう縦に流れる、場合に人によってはシルバーコードっていう言い方もすることもいますが、縦軸のそのエネルギーの軸ですよね。軸に沿ってコアの、その自分のコアのところから共振どん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 させてる系のやり方ですね。なので多分多角的に、同時にもしくは追いかけ的にいろんなところで反応が出ると思います。肝臓の周辺でもクリアリングが起きます。エーテルレイヤーですね。体の皮膚からちょっと離れたところ、気持ち離れたところの、エネルギー通的な領域でもクリアリングが始まります。そこに混じってる自分のものではない感情とか考えとかっていうのが多分ガン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 引っ張り上げられると思います。少しずつ速くなってきますね、これね。左目の目の、目尻っていうんですかね。耳側っていうんですかね。両目でも、変化が現れると思います。ちょっとスピンするような感じが出てくるかもしれません、敏感な方には。すごく速くなっていくと思います、これから。寒気っていうか、鳥肌的なものが出てくるかもしれないです。大丈夫です。とにかくいろんなものが上がってるだけです。ですね。早すぎてついてきません、私の方が。脳の上部、右の右脳の上部のちょっと前の方とかでも変化が出ると思います。感情が出るかもしれませんね、これね。ちょっと後からダーッと感情が出てくるかもしれません。可能な限り抑えない方がいいと思います。その出てくる感情すら眺めてください、達観的に。どちらにしても、その、ボディの感情なので、ボディが溜めているっていうか、記録されている感情なので、多くの方はこれ自分のものだと思ってもらうと思いますが、これを実際には、ボディのものです。で、
前にも話しましたが、私たちの意識ね、人類の意識そのものとボディの関係性っていうのがあまりにもこの接続されすぎているために自分のものだと勘違いしていることが多いですが、実際にはボディが作っている感情、ボディが感じている感情で、それを自分のものだっていうふうにプロセスされちゃうの。なので、客観視的に達観してください。達観して流してください。ハートのところが少しずつ暖かくなっていると思います。下腹の方でキューッとこう、軽いバタフライみたいなヒクヒクが出てくるかもしれないです。頭部の上部、前頭葉の上の方ですね、少しずつクリアリングの冷たさがこう変化し続けると思います。で、今、右のこめかみの周辺ですね。耳の上っていうんですか。でも変化が始まると思います。左側も若干始まってますが、右側の方が強いですね。人によるかもしれません。ハートのところの充電のソフトが、速度が次第に上がってきてますが、で、下腹の、下腹じゃない、下半身の下腹、いや、上腹か。下腹までかなりいってるので、まあ、全体的に冷たいけど同時に暖かいような感覚が続くと思います。頭の上部がこうまたキューッと圧力を感じるかもしれないです。下半身が多分ゆっくりゆっくり軽くなっていくと思います。連日して受けられている方はより軽くなると思います。どんどんなんか、なんて言うんだろう。体の重さが減っていく感じっていうんですかね。はい。耳の中、耳の裏側っていうのとかでも変化が起き始めると思いますよ。で、それにこうして顎関節ですね。耳の周辺で変化が現れるでしょう。で、耳の中がこう、痒くなったり、もぞもぞ、むずむずしたりするかもしれないです。よく聞こえるようにって。もっとも聞こえるようにって言うと、周波数的なことだと思いますけど。人によっては旋律が流れてくるかもしれません。もしくは、ウェーブパターンなよう、ウェーブのパターンっていうか、バイオリズムのような、そういう、周波数が映像を処理されて入ってくるかもしれないですね。鼻の周辺ですね、鼻腔の処理とかクリアリングも引き続き行われます。背面、肩甲骨の下側、今起き、主に起きているのは左側ですね。で、下半身の下丹田というか、下腹の方にどんどんエネルギーが蓄えられている状態ですね。これ、今までの中でもかなり速い速度で充電発してますよね。今、始まって20分ぐらい、20分経たないぐらいですから。はい、腕ですね。腕の方も冷たい、暖かい状態に変わっていくと思います。また額、頭の上全体でこう圧迫感が出てくるかもしれないです。首っていうか、首と頭蓋の付け根の周辺の調整がじわじわ起きるみたいですね。こう可能な限りリラックスさせてください。
多分頭は勝手に動くっていうか、じわ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 と動いていって、人によってはピシピシ、ピシピシと、音がするかもしれないです。あとはこう、悪寒っていうか、軽い寒気のようなのが上がったり下がったり、現れたり消えたりと続くと思います。こめかみの下ですね、耳側、ちょっと上ではなくて、こめかみより下、頬骨の耳側っていうんですか、でも変化が起きるでしょう。頭蓋そのものは音響装置のような働きも持っていると、を持っているからだということですが、体そのものが楽器だという観点ですね、多分。インストゥルメントというか、そんな、奏でるというか、最終的には。最終的には体がどんどんアライメントというか、ライトボディの発達というか、育成も含めて、体がどんどん調律されていくと、ボディそのものが、楽器的な機能っていうんですか、を持ち始めるってことだと思います。頭の、特に首の後ろが、ちょっと気分が悪くなる人が出てくるかもしれませんね。これ、ここ調整されると。むち打ち、軽いむち打ち的な感じが出てくるかもしれないです。人によっては、体の奥に鼓動ウェーブが、感じられるかもしれないです。首、後頭部ですね。首と頭蓋の接続点の後頭部側。可能な限りリラックスさせてください。動きたいように動かさせてあげてください。頭の中が一時的に痺れるような感じ。麻痺、なんかガーッとこう、今まで体験したことがないような感覚が出てくるかもしれません。今は、横隔膜の縦の右側のところで何か、すごくものすごく何かのものが動いてますが、それは少しずつ前の方、前と中央側に接続してるのか、滞ってるのを広げてるのか分かりませんが、何かしてますね。ちょっと刺すような痛みっていうか、が出てくるかもしれないですね。刺すっていうよりは、こう、ピピッみたいな、瞬間的にさーっと何かが通り抜けるような、鋭角的な感覚が出てくるかもしれないです。首ですね。首筋に温かいものが出てくる感じが出てくるかもしれないです。ですね、第4のハートの周辺からなる、叩くはじわじわと拡大していっているんですが、全体的に。喉のところの、喉の下部の方まで上がってきますね。これは最終的に喉の上部にも広がり、多分頭の方に向かってどんどん拡大すると思いますが、顎の下のところが、こう、なんて言うんだろう。腫れぼったい感じになるかもしれません。なんか、もたもたみたいな感じで、多分そこで何かヒーリングっていうか変化が起きると思います。
上腕でもクリアリング、冷たい熱い感覚が出てくると思います。で、横隔膜の中央ですね、ところは引き続き、なんか拡張、多分拡張だと思いますが、起きる、続くでしょう。耳の中の違和感も続きます。横隔膜の拡張も続きます。今、左側の頬骨の上っていうか、目と頬骨の耳側、上っていうんですかね、のところでも変化が起きてますが、耳の中、今、右耳の方が起きてますけど、左も起きますね。交互に起きる感じですね、耳がね。行ったり来たりする感じ。頭の上、脳の上部のところが、こう、また別の感覚、ズズズン、ズズズンみたいなのが、軽いのが出てくるかもしれません。足ですね、ふくらはぎのすねの周辺とか、足の下部が少しずつこうクリアリングというか、冷たい感じ、スースーする感じが現れると思います。もう指先とか、足の指先とか、もうすでに足の裏とかは、じりじりする感じが始まってる人もいるかもしれないですね。まあ、可能な限り体をリラックスさせ続けてください。ここで全然で人とちょっと意識が薄くなる人も出てくるかもしれませんね。目の周辺、目の下の方ですね。両目の方が、滞りっていうか、処理が始まるようです。で、目頭、鼻の上っていうか、付け根のと目頭の奥が圧迫感っていうか、変化が現れるでしょう。ちょっとぐーっと圧縮される感じがするかもしれないです。で、それから、それが中に、奥にずーっと入ってくるような感じっていうんですか。口の奥の、風邪ひいた時に喉がイガイガするような感じがするところの上部っていうか、イガイガ感に似たものが出てくる人もいるかもしれないです。腕の内側っていうんですかね。筋とかが動くところですね。でもクリアリングが起きています。で、下腹もかなり充電進んでいると思います。で、横隔膜のあたりもかなり充電入っていると思います。ハートのところは安定してますね。多分、ここはガンガンやらないんじゃないですかね。じわ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 の感じですね。で、そう、鎖骨の周辺も多分より安定していくと思います。で、首も真ん中辺ぐらいまでかなり安定しているので、首筋がピクピクするような感じが出るかもしれないです。
前頭葉の上部にぐーっという変化が出るかもしれないです。鎖骨の外側、片側っていうんですか。で、胸部、肺の左側、外側っていうんですかね。で、冷たい感じが、で、現れるかもしれないです。前頭葉に圧縮感、圧迫感というか、しびれ感みたいなのが出るかもしれないです。鼻の奥ですね、鼻孔、下垂体の前だですね。歯、奥歯、特に右、左側の奥歯、視神経に関係する領域だと思います。口の中、唾液が出てくる人もいるかもしれませんね。多分、口の中の神経ネットワークっていうか、味覚とかそういうのに関係するものだと思います。人によっては唇が、ちょっと膨れるような感じに感じる人もいるかもしれないです。通りが良くなるためですという説明ですが、頭の中心部、縦の中心部の、調整、ちょっとこう、ずずずずずずっとなんかこう、ゆっくり、もう超ゆっくり矯正されてる感じな感覚が出てくるかもしれないです。これも動き体温させてあげてください。鼻の中、ちょっと息呼吸をしてみて、鼻の通りをちょっと確認してみてください。前よりも随分通りが良くなってると思います。まだ引き続き目の奥ですね、鼻孔の上のところの処理が続くようですね。ここもう大概皆さん、滞りがちなので、で、ここが、通りが良くなればなるほど、頭の中のコンディションがクリーンになりやすくなります。前頭葉の奥っていうか、表現しにくい位置ですね。ちょっとね。ちょっと奥側。前の脳のちょっと奥側にズズズズみたいなのが起きるかもしれないです。胸ですね、乳腺のちょっと上側っていうんですかね。でも変化が起きます。で、あとは、肩甲骨の周辺、これ左右、それとその間の中央のところですね。そこでも変化が起きると思います。ハートの裏側の方がゆっくりこう、ヒートし始めるというか、熱が出るような感じを感じる人もいるかもしれないです。かすかに感情が上がっていくのがわかる人もいるかもしれないです。耳の中ですね。今、左側の耳の中。
尾骨の右側、端っていうか尾骨の先端の右側ですね。人によってはちょっとかゆい、アレルギー反応みたいなものが出る方もいるかもしれないです。顎の下の、リンパ系が、に反応が出る人もいるかもしれないです。あとは、虫歯のあるところとかにも反応が出るかもしれないです。また頭全体がぐーっとこう圧縮されるような感じがするかもしれないです。後頭部でも変化が始まります。冷たい感じとかぐーっと押される感じとか。何か今通してますね。特に今左側、後頭部左側、小脳の左側の真ん中にぐらいですね。ですね、ちょっとアバウトな感じがしますが、松果体、下垂体ではなくて、松果体ね、第三の目だと言われている人によっての解釈ですが、松果体の中に、クリスタルが入ってるんですよ。これ、肉体的に、そこに結晶が入ってるのね。そこの、松果体内のクリスタルの、周波数の、調整なり何かそのクリスタルに関係することに向けて何かこう始まるようですね。首の裏側のを登っていって、脳幹の後ろに小脳っていうビジュアル処理のとこがあり、その上に右脳左脳っていうのがあり、その間に、その臓器のそれらの間に、松果体っていうのが、ちょっと小さいのがぶら下がってるんですが、で、そこの下に受け皿のようなものがあって、それが、小脳に、こう、なんていうの、つながってるわけではないですか、物理的に。向かって開いてるような感じなのね、受け皿的に。で、ちょっと待ってね。その周辺の多分その波動的な状態っていうのは細胞的な密度っていうのかなと。浸透の、がもっとこう早くいろんなものがこう浸透するっていうのを息できるように、こう細かく調整するような感じですよ。人によってはさーっとする感じがわかるかもしれないですね。目の奥、視覚と関係してますからね、単焦の、目の上ですね。今起きてるの右側ですね。左側も多分は追いかけて起きると思います。で、第一、というか、腰の下の方、臀部のもっと奥の方とかもクリアリングが進みます。脳幹の上部の裏側と背面側のも何かこう違和感が感じられるかもしれません。頭の中で分かりにくいかもしれませんが、
こめかみ。特に右側。目を閉じたときにまぶたの裏側に光の渦っていうか回転が、外側にね、まぶたの外側に光の回転するのが見える人もいるかもしれないです。40分になりました。あと10分ぐらいかな。体はもう引っかく、ボディね、頭じゃなくてボディ、頭の下は、もうかなり調整されてると思います。また頭がこうぐーっと圧迫感出る人がいるかもしれません。唾液というか、口の中が水っぽくなるっていうか、循環が良くなるというか。聴覚ですね。耳を周辺にあって。つっていうか変化が強くなるかもしれないです。頭部の上、頭の前、前頭部の上部がちょっとキューッとヒートするような感じが始まるかもしれない。頭は可能な限りこうまっすぐ整列するように位置してみてください。またバタフライですね。下腹のところでバタフライなのが微妙に出てくるかもしれません。下垂体ですね。額の奥の、松果体の対になるところですね。下垂体の周辺の変化が始まります。視床のところもやってるよね。脳幹の上の方に視床、視床下部、視床というものがあり、その上に脳室っていうのがあるんですね。視床も全体的に何か始まってますね。で、それとその前にある下垂体で、その視床の脳室の、裏っての裏じゃないか、脳室後部の下部って下にある松果体にですね、この周辺の多分、なんていうか、連動っていうか、関係性のバランスがこう整えるみたいな感じですけど、頭の奥の方がこうきしむような感じがするかもしれないです。記憶に関することも含まれていると言っています。また同じく感情に関係することも、感情的な記憶、もしくは感情的な記録ね、多分。主に右脳のストラクチャーというか構造っていうのかな。
配線ネットワーク的な、まあ、シナプスネットワークみたいな、グレーマターという神経ネットワークがこう、右脳と左脳に、羽のように細い、枝葉っていうのが、まあ、張り巡されてるわけですね。その右脳、今の感じだけど、右脳のところの何か、こう、微細なところの処理をしてる感じですね。ちょっと変、なんていうの、変わった頭痛っていうのは、でも少しずつ軽くなっていくと思います。ちょうど右目の真ん中にをのがに立てというか、そのずっと右目の前から後ろに縦に入っていったところと、脳幹のクロスするところの上みたいな。右目の感じが多分どんどん変わっていくと思います。もっとこう、通っている感じっていうんですかね。多分左目の方も追いかけてなるんじゃないかな。右目の上部、もって、その右目の縦の真ん中のその上下ですね。目の上と目の下、前歯の、犬歯の周辺とか、その縦軸のところが調整してる感じですね。これ、経絡に関係、経絡そのものではないと思います。経絡に関係するのは何か。左側にも始まると思います。人によってはちょっと痛いかも。左側の目の真ん中の上の頭蓋の周辺っていうの、ちょっときしむような、ピューッという感じがするかもしれないですね。そこにもともとなんかはまってる何か、なんかそこを固めてる何かっていうか、いらないものだと思いますけど、そう、これをなんとかこう外したいみたいな感じですよね。基本的には、その目、両目の縦の、ま、縦の軸っていうのね、に、その上下、頭の先から胴体に伸びている縦のラインの関係することみたいですね。背中側も少しずつこうチャージっていうか熱く感じる人も出てくるかもしれません。もう50分でもちょっと伸びるでしょうね。終わらないですよね、これね。もうちょっと。左目の方も少しずつこう変化が出てくると思います。右目に合っていくと思います、多分。あと5分ぐらいかな。ちょっとずつ離れてっていう感じはしますが、でもまだですね。頭の頂点、100円の周辺ですね。もうボディ全体的にはかなりチューンアップされていると思います。首の付け根、特に左側ですね。頭の上がこう圧迫感を感じる人いるかもしれません。
上半身が動きたいように動かさせてあげてください。右に揺れたり、左にやったり、前に行ったり、まあ、とにかく人によって違うと思いますが。鼻孔の上部、特に右側の上ですね。また鼻の中から、鼻の上の方から口の中にいろんなものが落ちてくる感覚がするかもしれないです。右のこめかみの上部ですね。ちょっとこうキューッとこうきつむような感じがするかもしれないです。人によっては図形ですね。セークレットジオメトリーとか神秘、なんとか図形って言うんですよね。名前忘れちゃった日本で。新世紀科学。セークレットジオメトリーのパターンがこう、見え始める方もいるかもしれないです。基本的に音とは周波数っていうのは形があるので、パターニングっていうか、その立体的な形が、ウェーブそのものに立体的な形があるので、頭、脳全体的なまとめっていうか、こうまとまるような感じに動かれるようですね。今よりももっとこう、気持ちいい感じが上がってくると思います。左側の乳腺じゃない、乳腺の近くとかでも反応が起きますね。第7チャクラの調整が始まります。ちょっとかゆいところが出てくるかもしれません。耳の中も変化が始まります。仕上げ的な感じですね、これね。もうちょっとでしょう。第7チャクラの軸っていうか、アライメントっていうの。耳の中が痒くなる人もいるかもしれません。左のこめかみ上部がちょっと痛くなる人もいるかもしれないです。あと2分ぐらいでまとめてくれるように頼んでみます。私、この後仕事が入ってるので 終わってくれないと困る。後頭部ですね。松果体の周辺、特に主に右側ですね。多分もう首の周辺まで暖かさが上がってきてる人も多いと思いますよ。もうボディそのものをかなり調整されてますね。頭の中は焦点ですね、もうすでに。首の付け根、上部というか頭蓋の、付け根のところが動く感じがする人もいるかもしれません。
鼻の奥でまたクリーニング機能がまた降りてくるかもしれないです。頭の中心部ですね。ちょっと首を右左ゆっくりこうゆっくりじわじわ、回すようにしてこう通りを良くしてあげた方がいいかもしれないですね。ゆっくりこうグググググってなんかこう伸ばす感じっていうんですか。そうするとグググググって音がして中のなんていうの。その周辺って神経組織そのものが砂みたいな状態なのね。で、それがこう動きやすく、組織が変わり、動きやすい状態になったと思うので、ちょっと、これと首の体操をしてみた方がいいかもしれません。また、頭の中に圧迫感が来るかもしれません。あと、3分以内で終わってくれるように、あと2分以内で終わってくれないと困るので、ちょっと怒ってくれるように。ああ、でももうすぐだいぶ引き始めました。あとは多分余韻的なものだと思います。もう1分ぐらいは引っ張れるので。ちょっとこれ、余韻でまだ続くと思います。で、頭のがこうぐーっと、こう、まだ頭の中の調整続くと思うので、ゆっくりされた方がいいと思います。特に、頭をガンガン使うような、頭にストレスになるようなことはしばらく、避けた方がいいと思います。ぼーっとするなり、頭を使わないことをするなり、考えすぎないとか、計算、頭を酷使しない方がいいんですね。しばらく、この2、3時間の間は。お水はたくさん飲んだ方がいいと思います。可能な限り。で、まだ頭の中から口の中にいろんなものが降りてくると思うので、まあ、飲み込むなり吐き出すなり、し続けてください。人によっては昼寝するなり、おすすめしますけど、で、もう行かなければいけないですね、ごめんなさい。これから2時間後に無料遠隔ですね、次はアークチュリアンダイモンドブルーレイです。それまで、とりあえず、ゆっくりされてくださいということで、また後ほど。